これはですね、吉岡里帆さんなんですけどね、ポロリと首イワシそう発言、視聴者ドキドキってやつですね。5月23日のバラエティ番組明日の内村、うっちゃんの番組ですが、それに吉岡里帆が出演、まあ最近すごい出ますよね、番宣にね。馬の一面が飛び出し視聴者を沸かせている。司会のうっちゃん、内村、照吉は過去に毛振りを経験したことがあるといい。毛振りって何？歌舞伎のなんかですか？長い、あ、こう回すやつね。あ、ありますね。あれ毛振りっていうのね。重いんだよね。頭引っ張られるかと思った。本当にやんなきゃよかったと思いましたと。振り返った。毛振りの映像を見て吉岡は危険を感じましたと、ぽつり。うっちゃんから、りほちゃん、ポキッといっちゃいそうだよねと。心配されると。私、目薬刺すだけで、たまに首言わしそうになると。で、首言わすというのは関西地方で使われるスラング色の強い言い回しで、外傷を伴わない怪我などの口調のことを言います。あ、そういうんだ。そういうことなの。外傷を伴わない怪我。要は首をグキッとする、まあ、捻挫みたいな感じなんですかね。頸椎をやるみたいな感じなんですかね。標準語で言うと首を痛めたとなります。ああ。あの、まあ、例えば、車で事故を起こして、鞭打ちみたいになって、鞭打ちみたいなこういうのつけてる人は首言わしたんですかみたいな感じで言うってことね。向こうはね。なるほどね。一方で喧嘩で相手をボコボコにするという意味で言わす。あ、そういうことね。言わしたるで、とか。あ、いてこます。いてこます。なんか聞いたことありますね。関西のね、えぐい言葉ですよね。いてこましたろかとかね。言いますよね。なんか、そういうのね。芝居太郎かーとか言いますよね。などということもあり、勘違いした視聴者から怖いという感想も上がったようですと。で、吉岡里帆から飛び出した方言にネット上で、うわーり、吉岡里帆ちゃんの関西弁。まあ、もともとこの人京都ですよね。だから関西弁出るでしょうね。でもなんか京都ってもうちょっと綺麗な、ね、言葉のイメージありますけどね。なんとかしはりますみたいなね、感じのイメージあるんですけどね。首言わしたろかーってのはあんまき、なんか京都ってイメージないですね。なんかほんと、何はって感じですね。リオちゃんの関西弁が新鮮。関西弁の吉岡里帆に打ち抜かれた。西の吉岡里帆が良いはネイティブの方言良い。言わしそうになると聞いたとき、里帆さんやっぱり関西人だと思った。などの反響が相次いでいる。そんな吉岡は京都府出身。普段あまり関西弁を使わないため、新鮮に映ったファンも多かったよ。あの、関西の中でも、京都ってね、まあ、偏見かもしれないですけど、京都ってなんか、上品なイメージでね。まあ、だからって、大阪が下品だったわけじゃないんですけど、まあでもね、なんかイメージ的にね、あの、大阪の芸人とかはね、喋ってる言葉なんかもね、結構お下劣な感じもあるじゃないですか。ガーシーとかもそうだし。で、京都の人はなんかこう、綺麗なイメージがあるんですけどね。まあそんな、僕はそういう吉岡さんのね、関西弁、この話を聞いて、思い出したのが、あの、佐藤健くんなんですよ、また。佐藤健くんの好きな女性のタイプの内面ってやつね、いろいろ出てるんですよ。家事ができる。明るい。積極的でしっかりしている。大人っぽい。ああ、どんなに年上でも上る。年上でも別にいいってことね。大人っぽい人でもいいってことね。会話が弾んで一緒に楽しく過ごせる女性。で、要は聞き役だってことね。自分に気を使うことが自然体で楽しそうにしてくれる人。尽くしてくれる子。ちょっと尽くしてくれる子ってもまたね、男尊女卑っぽいけどね。で、ここです。方言で喋るとし、これ有名なんですよね、たけるくんね。やっぱ方言が好き。で、モネちゃんはね、鹿児島弁ですからね。妹と一緒にいるときはほぼほぼ鹿児島弁だなんていうね、話があって、あ、じゃあモネちゃんじゃん、みたいな感じの話がよく出るんですけど、吉岡さんもね、ここに来て出すかって感じでしたね。一生懸命頑張っている子。あれですよ、モネちゃんっぽいですよね。上品だけどギャップのある女性とかね。佐藤健は意外と優柔不断な性格らしく、しっかりしている女性が好みのようです。必然的に年上の女性も大好き。あ、年上でもいいのね。まあまあそういうのもあるんですけど、おさらいしときますか、見た目ね。健くんの好みの見た目ね。色気があって華奢で色白ね。足の綺麗な人ね。可愛いと綺麗を備えている女性。すべてが可愛いと思える人。笑顔が素敵。身長が自分より低い女性ってことね。
でもこれなんかでもふわっとしてる感じがしますよね。一個だけあるのは身長が自分より低い女性っていうところね。どのぐらいの差ですかねって思います。1センチでもいいのかなっていうね。武田くんね、一応交渉170センチでしょ、169センチでもいいのかなとかね。まあそういうところはいろいろ突っ込みたいところはあるんですけど、あと他のやつはまあでも芸能人だったら大体みんなそうでしょうと思いますよね。色白で華奢でね、色気がある、足の綺麗、可愛いと綺麗を兼ね備えている、全てが可愛いと思える、笑顔が好き、これそれがなかったらまあ芸能人にはなれないでしょうから、芸能人の女子だったら大体みんなそうなんじゃないのって思う。でまあ戻りますけど、方言で喋る女子がたけるくんは好み、確かに言ってましたよね。なんかどっかのタイミングで確か言ってた気がする。方言で喋るってことはどうなんですか、地方出身ってことなんですかね。でもそうでもないですね。たけるくんって一応埼玉県の人だけど、ね、シュガーでは方言で喋る佐藤たけるみたいなねところ盛り上がったりもするんで、今だったらなんちゃって方言みたいなね、あの東京育ちのね女の子も普通にいるし、若い子案外ね方言をわざと使ったりしてね可愛く見せたりとかしてるんで、まあ、最近はちょっと方言はね普通にね使いますよね。まあ、僕が若い頃は本当方言が出るのがね恥ずかしくてしょうがなかったですけどね、一生懸命の東京の言葉を使おう、東京の言葉を使おうと思ってね無口になっちゃってましたけど、東京出てきたばっかの時は。でも今はね本当ね普通にね方言が可愛いとかね、方言喋ると親しみやすいなんて思われる時代になったんで、まあ時代も変わったななんて思いましたということで、な感じです。